越しの祭典を開催したことに始まり、今年で37回を迎えました。平成26年、2014年には、寒河江市天守閣60周年を機に、市民の祭りに制定され、同年、第19回ふるさとイベント大賞優秀賞を受賞しました。毎年、寒河江市内の神輿会と県内外の友好団体などから30数機の神輿が参加し、およそ4000人の担ぎ手が神輿の祭典を盛り上げます。また、本社神輿、江戸前神輿、どっこい神輿の3種の担ぎ方を見られるのは寒河江祭り神輿の祭典ならではと自負しております。2020年9月は寒河江にお越しくださり、寒河江祭り神輿の祭典をぜひご覧ください。The Sagae Festival Mikoshi or Portable Shrine Parade is held to merge the Sagae Hachiman Shrine Festival. Every year, approximately 4,000 shrine carriers from in and out of the prefecture gather with over 30 Mikoshi to live in this festival. The Sagae Festival Mikoshi Parade takes pride in the fact that it displays three varieties of Mikoshi, Shrine, Edomae and Dokoi.Please go enjoy it in September next year. Was nationally designated a traditional craft in March 1980.
The Shriners still following the best of traditional technique used for making a domestically highly regarded Yamagata Buddhist offering. The Yamagata traditional craft Mikoshi is carried by members of the Yamagata Mikoshi Network Association, made of Mikoshi groups within Yamagata City. ここ出羽の国山形の地で伊達の皆様をお迎えできることを
嬉しい限りでござる。さて、こたびは祭りでござる。楽しさ、にぎりきさが勢ぞろいじゃ。
先導の皆様、拍手お願いします。行くよ、ブレブレとブレブレ、そうだ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 。Thank you.
田祭の皆さんです。酒田祭は上下両比叡神社の例大祭参納祭として慶長14年1609年から始まり、410年間もの間一度も休むことなく続けられてきたお祭りです。酒田大火復興記念となった昭和54年からは酒田祭りに名称を変え、毎年5月19日から21日までの3日間盛大に開催されます。酒田祭りのシンボルとして大獅子が4体制作されており、子どもたちの健康を願って大獅子から噛んでもらう獅子パックンが人気です。5月20日の本祭りでは大獅子などおよそ50もの山車が市街地を練り歩きます。今回の丸ごと山形祭り山車では大獅子の三本と四人が参加しておりますので、ご出陣の掛け声をお願いいたします。大獅子の迫力あるパフォーマンスをお楽しみください。天下の名城我が居城仙台城、今より400年前築城の折に生まれたとされる伝統の仙台すずめ踊り、みなみなとくとご覧あれ。伊達武将隊すずめ踊りとともにいざ出陣。本日仙台すずめ踊りをご披露させていただくのは、各マズラからの選考による踊り手林手で結成された選抜チーム仙台すずめ踊り伊達の舞の皆さんです。仙台すずめ踊り伊達の舞の皆さんはすずめ踊り親善使節団として日本国内はもとより海外でも演舞を披露し、仙台や宮城の PR を担っています。ロサンゼルスや台湾、韓国、タイをはじめイタリアやスペインでも演舞を披露し、感謝の思いと元気な仙台を発信しています。 The Sendai Suzume Dance Festival has been improvised and performed by Mason from Sakai in Osaka in front of Lord Date Masamune, the founder of the Sendai clan, during a banquet at the fortification of the Sendai Castle.Sorry! Sorry! Sorry! Sorry!
現在持ち出してたんだ全部招待でした皆様大きな拍手をお送りくださいありがとうございます最後は伊達政宗様による勝ちの木で締めさせていただきます伊達政宗様お願いいたしますマイク の電波の都合上この横断歩道までおいてください政宗様お取り入れします仙台鈴芽踊りご覧いただき誠にありがとうございましたこれよりますます仙台とこの山形の交流が深い町が発展するということを記念とし皆で勝ちと広げようではないか右手を掲げえいえいおうと三度声を上げる皆々右手を立ち退きじゃいざえいえいおうえいえいおうえいえいおう会議であったこの後もまだまだ続くパレード楽しんでまいるがよいそれでは皆々また会おうと木中仙台おもてなし集団伊達武将隊の皆様そして宮城県仙台市仙台鈴芽踊りの皆様ありがとうございましたどうぞ今一度盛大な拍手をお送りくださいでは竜を活用した町おこしとしてドラマチックプロジェクトを立ち上げましたその一つとして飛竜の二竜割と新たに女性のみで担ぐ姫竜の制作をいたします来年の夏には2体の竜をメインに誰でも参加でき担げる新しいお祭りを考えております本日は庄内町の各祭りで活躍している5団体少僧一家、有心連一番組、花組セカンド、庄内総合高校、庄内飛竜会踊り子隊による飛竜囃子の踊りと、山形市では最後となる迫力ある飛竜の舞とのコラボレーションをぜひ堪能してください。Very impressive dragon dance can be enjoyed in many events and festivals in Shonai Town, Sakata City, and Yamagata City. They are also looking for new performers. Please look them up on Facebook. The Flying Dragon will be dancing today at the very last time of this year in Yamagata City. 宴席にお座りになってご覧のお客様にお願いがございます。ただいまパレード会場全体を使用いたしております大変危険ですので足を伸ばさず車道にはお出にならないようご覧くださいますようお願いいたします宴席にお座りになってご覧のお客様にお願いですただいまパレード会場全体を使用いたしております大変危険ですので足を伸ばさず車道にはお出にThank you.
Thank you.
Oh!
Vibrant sounds of the Hanagasa Taiko drum.